こんにちは、こんばんは、おはようございます。クッキーヌの部屋へようこそ。今日はまた久しぶりに実家から配信するんですけれども、ちょっとテキストを絡めた感じで、クッキーヌはね、もともと来年の2月からオンラインサロンを立ち上げるって言ってたんですけども、オンラインサロンを立ち上げるにあたって、いろいろと、構想ができてきたんで、その、構想を実現するには福知犬一人ではダメなので、一緒に立ち上げてくれる人っていうのを募集したくて、その募集に、ね、宇宙にオーダーしたらすぐ叶うというわけではないみたいなので、ね、例えばインドナヒコさんとかはヨシさんというオンラインサロンを運営する人と一緒にやってるでしょ。で、福知犬も会社を立ち上げ、福知犬のオンラインサロンというよりは、福知犬が会社を立ち上げて、その会社の中でオンラインサロンを運営するっていう、ね、税金対策もあるんだけど、をしていこうと思って、そのパートナーですね、ビジネスパートナーを、前から宇宙にオーダーしたのはどのくらいかな、1ヶ月くらい前から宇宙にオーダーしたんですけども、まあ、アラウンドの方はいらしたんですけど、そのアラウンドのブラックカードの方に相談したらね、やっぱりそういうのを YouTube で上げた方が、宇宙にオーダーするだけよりも実現早いんじゃないということで、で、募集要項でですね、どういうふうに福知犬が思ってるかっていうのを、今、やっていくんですけども、これですね。これで、まあ、これはどうでもいいんだけど、福知犬、LINE アットマークの、オンラインサロンじゃなくて、LINE、公式 LINE を持っていて、初めて投稿したんですよ、これを。ごめんなさいね。で、全然動いてなくて、せっかく登録したのに動いてないって人、ごめんなさいね。LINE よくわかんなくて。で、これからはね、YouTube で上げる前に、こういうこと YouTube で上げたいなとか、そういうのを、まず、この公式 LINE で、箇条書きみたいな感じで上げてから、話がまとまったら YouTube で上げるみたいな形にしようかな、とは思ってる。そしたら、公式 LINE の、ある意味があるじゃん。一応 YouTube 上がる前に情報が取れるっていうことで。ね。で、これ、公式 LINE じゃなくて、オンラインサロンは来年の2月くらいからって考えてて、で、福知犬が今個人事業主なんだけど、その個人事業主がオンラインサロンをするというよりは、会社を立ち上げて、オンラインサロンを運営する感じにしたいんですよ。税金対策といえば税金対策。まあ、個人事業主だと 50% 持っていかれちゃうのね。会社だと 20% で済むらしくて、さらに会社からお給料という形だと、すごく税金が少なくて済むという感じになる。ごめんなさいね、お金の話で。でもそういうのって結構重要だと思うんだよね。お金のことをさ、お金のブロック解除とかっていうとみんなガーッと集まってくるけど、お金の処理方法とかどうやったらいいのかっていうのになると、なんか、あの人はビジネスに走ったとか、お金儲けに走ったとかって言われるけど、でも、オンラインサロンをもし立ち上げたとしたらさ、福知犬は、1000人とかをそんなに、来てもらっても、自分でもう無理だなと思うから、まずはだいたい月額3333円で、年会費33330円で、定員333人にしたいと思ってるのね。で、それでやっていくんだけれども、まず、ここ、有限会社って書いちゃったんですけど、有限会社の立ち上げで法律、これ、今、福知犬が、一番最初にサロン運営した2001年の頃には、法律が変わったらしくて、株式会社って昔1000万円ないと株式会社にならなかったらしいんですけども、資本金が。今1円あれば株式会社ができるようになったということなので、株式会社
ですね。株式会社でやるので法律に詳しい人。で、その株式会社からフクチーヌは代表としてお金をお給料としていただきたいんです。源泉徴収、現金徴収帳をもらって。なので経理に詳しい人ね。で、確定申告とかも全部やってもらいたいので、会社の。で、税金に詳しい人。で、この最後、ここが一番重要ね。ホームページ作成とか、オンラインサロンの運営とか、オンラインサロンの管理っていうのはその人に全部やってもらいたいから、IT に詳しい人ですね。あと、マーケティングとかビジネス的な戦略に詳しい人を募集してます。これ、全部一人でできる人ができれば嬉しいんです。ね、例えば、ね、司法書士さんとかだと全部できるのかな？わかんないけど。それで、で、我こそはっていう人はこの動画のコメント欄に書いてほしいんですけれども、勘違いとか、はやめてほしいんですよね。例えば、フクチーヌが、来年の5月に、ニュージーランドじゃなくて、オーストラリアのケアンズに出張に行くかもしれませんって書いたら、メールでね、私をアシスタントにして連れてってくださいっていうメールが来たんですけど、もし、フクチーヌが海外に行くとして、どういう人がアシスタントに欲しいかって言ったら、語学が堪能な人、で、事務処理ができる人、で、力持ちの人とかって考えるんだけど、その人ちょっと私が相手に伝えるのもすごく大変だし、相手が言ってるのも理解するのも大変なくらい語学、日本語が苦手な人なのね。で、さらに事務処理的なメールでのやり取りも、何度メールをやり取りしても相手がこっちの言わんとしてる内容を理解してくれない人だったりするのね。で、このオンラインサロン立ち上げのパートナー募集に関しても、私は、フクチーヌのパートナーだから募集しますとかっていうのはなしで、もう本当にビジネスの分野である程度成功してて、IT に詳しくて、さらに、ですね、一緒にやっていきたい。だから、フクチーヌに依存するとか、フクチーヌに今の状況を助けてもらおうじゃなくて、今すでにビジネスの分野である程度成功していて、さらに、商材として、フクチーヌって、商材としてこれいけるんじゃないっていう人に募集してほしいのよ。言ってる意味わかるかな？わかるよね。オンラインサロンを立ち上げますと。で、一人でやるのは無理だ。で、アキコさんとヨシさんみたいなパートナーシップを結んで誰かに運営をしてもらいたい。で、その場合、個人としてやるんじゃなくて、会社を立ち上げてやっていきたい。ということで、会社を立ち上げるところの法律に詳しい人。で、お給料とかを出すので、経理に詳しい人。で、確定申告まで税金。で、ホームページやオンラインサロンの運営をやってもらうので、当然 IT に詳しい人。で、マーケティングとかビジネスに詳しい人ですね。この、1、2、3、4、5。4個ですね。1、2、3、4、5。5個か。5個全部当てはまる人。が望ましいんですけども、ここ全部は無理だとしても、優先順位からすると、この下の2つですね。IT に詳しい人、マーケティングに詳しい人ですね。ここを抑えて、さらにお金の税金とか、経理とか、法律とかにも詳しかったりする。だから最悪の場合さ、ここをやってくれる人がいれば、ここは税理士に任せればよくて、ここは顧問の弁護士を雇えばいいっていう形になるから、ね、フクチーヌ欲張りだからそれを3つにしたかったの。全部1つにしたかったの。でも、それ全部は無理だって人は、この IT に詳しくて、マーケティングに詳しい人。だから、現在、ある程度ビジネスで成功してる人とか、オンラインサロンの立ち上げ経験がある人じゃないとダメですよ。っていう形ですね。私は副チームのパートナーで一緒にビジネスをするって、夢で見たんで募集しますとかっていうのはなしにしてくださいね。で、我こそはという人はコメント欄でお待ちしております。で、ね。そうなんですよ。で、後々、
後々、このオンラインサロンが成功して、この会社に余裕ができたら、会社の資金に余裕ができたら、例えば会社が年収を1000万とかだとしても、そこからもらうお給料が、副チーム、生活費とちょっと遊べるお金があればいいから、それ以外は会社にプールするって考えると、会社にお金が貯まってくるから、そしたらセミナールームの運営とかのスタッフも、後々はね、あとマネージャーとか、工程を管理してくれる人も、後々は考えてるけど、それはまだまだ先の話。それはまだまだ先の話で、まずは IT に詳しくて、マーケティングに詳しくて、オンラインサロンの立ち上げを手伝ってくれる人、一緒にやってくれる人ですね。で、できればそれは、会社としてやるので、顧問という形でもいいし、契約し、だからさ、もうすでにビジネスで成功してる人だったら顧問になるわけよね。で、他の仕事もやってるけど、そっちもやってもいいよ。だから他の社員もやってるけど、そっちもやってもいいよってなったら契約社員みたいな形になるし、で、もう、今までいろいろなことやってきたけど、今度それだけにちょっとかけてみたいって人は社員でもいいんだけどっていう話ですよ。っていう感じでーす。ね、宇宙にオーダーしたら、そのままそういう人がやってくるかなと思ったら、宇宙にオーダーしたら、ブラックカードの、ビジネスで成功してる人がいたので、その人に相談したら、やっぱりそういうことは YouTube とかで発表した方がいいんじゃないって言われたので、それで発表します。だからここね、この5点。ねえ、まあ、いるんじゃないかな。巡り合うんじゃないかな。と思ってるんだよね。ということで、今日は時間短いですけど、まあ、告知といえば告知で、人材募集といえば人材募集ですね。で、これね、福チーヌの LINE アットマーク、今までね、あるだけで運営してなかったんですけども、運営していきたいと思います。ね。ね。という形で、オンラインサロンの方は、あれですよ。立ち上げ早くても来年ですね。来年に会社を立ち上げてオンラインサロンを立ち上げるという形になります。で、そんなに大勢は無理なので、333人くらいを考えてますね。ゼロ期は。で、3333円。で、年会費も33,300。なんで333なんだろうねって思ったけど、333で行きましょうって言われたの、誰に言われたんだろうねっていう。とりあえず、共有の停止して、っていう感じです。ね。お願いします。誰か、巡り合い。という形で。それじゃあね、バイバイ。ポチッとなー。福チーヌの部屋にチャンネル登録すると自分の興味のあるジャンルの動画だけ見れるよ。